ドリンチェッサーです。今回はこちら、サンリオの食玩キャラクターズウェハース5、こちらとシナモロールの 4D グミ、100均でゲットしたアクリルマグネットとアクリルキーホルダー、そして多分ね、これはバレンタイン商品になると思います。こちら3種類見つけたのでちょっと紹介していきたいと思います。どこから行こうかな。まずはアクリルキーホルダーとかから行こうかな。はい、100均のアクリルキーホルダー、ハローキティ50周年に合わせて出ました。キティちゃんだけじゃなくって他のキャラクターもいて、シークレットもあります。全12種類いずれか1つ。さあ今回は誰でしょう。今回は、あ、ポチャッコがかぶってるね。かわいい。これですね。キティちゃんの帽子かぶってます。あ、なるほど、なるほど。みんなキティちゃんの、かぶり物をしてるんだ。かわいい。はい、1個目はポチャッコ。もう1つあるよ。もう1つ。シークレット来るかな？どうかな？っていうか、シークレットが誰かもね、わかんないけど。あ、マイメロちゃんでした。これもいいですね。あ、これかわいい。おー、いいね、いいね。シークレット情報ね、お待ちしておりますというとね、コメント欄に漏れなく誰かが書いてくれるっていう嬉しい感じなので、ぜひぜひ今回もお願いします。はい、続いてはアクリルマグネット。こちらもシークレットあります。今回は誰？あ、シナモロールです。後ろにこんな感じでマグネットがついてるんですね。え、これかわいい。かわいいな。これ、いいな。まだね、置いてるところ多いと思うので、探してみてください。二つ目は、誰だ？あ、キティちゃんからのキティちゃん。あ、これ、シークレットかも。ハローキティじゃなくて、ディア・ダニエルだ。おー、ということは、これダニエル？なの？多分、これだよね、シークレット。やったね。ということで、1個ゲットできちゃいました。まさかのまさかの。嬉しい！ 100均シークレットありシリーズ多分初だと思います。やったね。はい、こちらのアクリルキーホルダーの方のシークレットも誰なのか気になるので、ぜひぜひコメントお待ちしております。誰か知ってたら教えてね。はい、では続いてはシナモロールの 4D 組、ちょっと開けていきたいと思います。こちらは、薬局セイムスで見つけたんですけれども、この 4D 組シリーズがある時には漏れなくお菓子の町岡で見つけるので、きっとそこにもあるはず。こちらはヨーグルトソーダ味でシュガーレスらしい。でね、この下の土台の水色部分がすごい気になってたんですが、こちらはエアイングミでふわもちになってるそうです。で、上の方はハードグミ、いつもの硬い感じのグミらしい。よし、ということで、食べてみよう。どんな感じ？じゃん。あー、うん。見えるかな？ちょっとね、柄は分かりづらいかもね。うっすらお顔が見える感じ。で、あー、下の方が確かに柔らかい。で、ソーダっぽい香りがします。上は硬い。ヨーグルトとソーダな感じ。では、いただきます。うん、土台部分ソーダだった。もろソーダ。そこまでふわふわはしてないかな。ただハードグミよりは柔らかい。上も食べてみよう。分けて食べてみるとよりわかりやすく、上がヨーグルト、下がソーダな感じです。うん、上の方ががっちり噛み応えありますが、こちらとっても美味しいです。優しい、なんか乳酸菌飲料的な味がします。これは当たり、美味しい。はい、続いてはこちら。ハートから出てるものになります。これはお菓子の町岡で手に入れたんですが、バレンタインコーナー、バレンタイン用みたいな書かれ方してたので、スーパーのバレンタインコーナーにもありそう。はい。裏を見るとね、ちょっとね、気になって買った理由がわかると思うんですが、こんな感じで、アルミ巻きミルクチョコが入ってます。柄がね、いくつあるのかが気になったんですよね。はい、1個目、キティちゃん、赤。あ、と、黄色かな。
黄色。でもミミちゃんなわけじゃない。全部キティちゃんかな。絵柄は2種類かな。はい、3個ずつ入っていました。はい、ということで、どんな絵柄が出てくるかな。他のも見ていきましょう。はい、マイメルちゃんとクロミちゃんのは、はい、こんな感じになってます。マイメルちゃんとクロミちゃん。いいよね。こちらも綺麗に3個ずつ入ってました。うん、かわいいかわいい。じゃあシナモロールはどうかな。絵柄が2種類ありますが、どんな絵柄かな。はい、こちらは、あ、一つだけ？え、嘘、そうなの？あ、水玉背景としましま背景で2種類ありました。まあ、どちらもかわいい。はい、一個開けてみると、うん、シンプルなミルクチョコになってます。美味しいやつね。あ、サンリオのペロペロチョコの味なのでめちゃくちゃ美味しいです。棒が邪魔って思う人はなんかこれすごいおすすめ。あ、美味しい。はい、ということでサンリオ商品やっぱり最高だわ。ではでは、サンリオキャラクターズウェアハウス5も開けていきましょう。メタリックプラカード1枚入りです。はい、ラインナップ全33種類で、1箱今回ゲットしたんですが、こちらは20個入りなのでコンプはできません。ただどれぐらい被るか、まあ、1箱買ったら特別なのも出てくるかなと思ったので買ってみました。今回スペシャルカードが3種類あります。これがね、狙ってるやつです。では行きましょう。はい、ウェハースもね、サンリオはいちごチョコっていうかいちごクリームなんです。これもなんか特別感あって、しかも美味しくていいです。1個目はキティちゃんじゃなかった、ポムポムプリンだ。あ、さっきのこのシリーズか。あ、いいねいいね。おー、しかもなんかおめでとうのメッセージが入ってる。キティちゃん50周年おめでとう、チームプリンみんなでお祝いしているよ、フロムプリンと書かれてます。これはちょっと、これは揃えたい。あ、エンジェルシリーズかわいい。2つ目、うーん、ハンギョドン。さっきのおめでとう的な感じじゃないね。でもヘアバンしてる。ハンギョドンかわいい。あ、みんななんかキティちゃんになっちゃってんの。これは特別だね。いいな。あ、はい、タキシードサムです。いいねいいね。ちょっと太りすぎじゃないみたいな。大丈夫って感じだけど。続いては、あー、シナモン。これもメッセージありですね。わーい、キティちゃん50周年おめでとう、これからも仲良くしてねって書かれてます。いいね、シナモロール、やったね。え、キティちゃんメッセージも見たいけど。どうだ？なにこれ？ 50 周年アニバーサリーの、すっごいいろんなキャラクターがいっぱいいる。おー、やったー。これちょっと嬉しい。え、なんでしょうこれ。何番とか、あ、23番です。23番は集合、ハローみんなってやつです。え、集合いいじゃん。私的に大当たりなんだけど。え、集合は嬉しいでしょ。続いて、あー、クロミちゃんです。メッセージは？キティにとって特別な日、あたいも最高にご機嫌さって書かれてます。おー、いいじゃん、クロミちゃん。いいね。おめでとうな気持ちがちゃんと出てるわ。はい、続きまして。あ、キティちゃんです。おー、シンプルに嬉しい。これはコレクションしたくなるよ。かわいい。続いて。あ、なにこれ、ハンギョドン。ハンギョドンが天使だ。いや、これ、これはまた、ちょっと特別な雰囲気、キラッキラで、なんかこのエメラルドグリーンがいいですね。かわいい。
いや、まさかの半魚丼からスタートだけど。これもクロミちゃん欲しいな。さあ、どうでしょう。あ、ポムポムプリンです。これはまだ来てない？来てないね。いいね。やっぱ、一箱買ってみるもんですね。結構、かぶらないで来てくれるんですね。これは、あ、ポチャコ、ここで？初かぶりじゃ、あ、な、いいか。じゃないか。そうか。さっきのね、アクリルと混じったんだね。はい、キティちゃん50周年おめでとう。こんな日はバナナアイスでお祝いしようって書かれてます。なんでバナナアイス？いや、可愛いけど。ポチャッコ。いいね。はい、右側。終わりました。左側行きます。え、スペシャル出てこないけど。まあ、スペシャルだから一箱に一つぐらいか。来るかな？あ、シナモロール。これかわいい。キティちゃんのね、リンゴとミルクと金魚鉢ね。いやー。これは超レアじゃない？かわいい。この、これをこうね、並べたいよね。そうそう、こう、こう、こうなるよね。いや、なんかいいね。いいね。キティちゃんポジションにみんながいるやつ。かわいい。いや、せめて同じシリーズでこう、揃えたいなぁ。エンジェル、かわいい。いやー、エンジェルタイプもいいな。あ、バッとバツ丸来ました。どんな言葉かな。キティ、おお、キティ呼び捨て。50周年おめでとう。俺様に祝ってもらえるなんて幸せ者だぞ。さすがバッとバツ丸、いける。はい、続いて。なにこれ？あ、でもこれ、箱押しっぽくない？ 33 番。33番は、ハローキティの描く未来ということで、描く未来が絵本に書かれているのかしら。ミミちゃんと一緒に読んでるのね。へぇー。いやー、かわいい。かわいい。続いては、あ、クロミちゃん来たー。クロミちゃんは紫のバッグね。うん、これを中心にこうちょっとエンジェルシリーズを飾っていきたい感じ。いやー、これは可愛いよ。はい、続いて、あー、タキシードさんもいいね、いいね。キティちゃんのリボン、おしゃれでとっても可愛いね。さすがリボンに注目するタキシードさん。いやー、いいね、いいね。続いては、バットバツ丸ね。これもいいね、いいね。可愛いよ。可愛いな。はい、残り3つ。かぶらないで来てくれるかな。どうかな。あ、ハンニョドン。ハンニョドンはいないね、まだ。50周年おめでとう。これからも笑顔いっぱいのキティでいてね。お、メンズはキティちゃん呼び捨て。いやー、いいね、いいね。お兄ちゃんかもね。続いては、あ、マイメロちゃんだ。これは嬉しい。かわいい。あのね、うん、キティっぽい感じのマイメロちゃんだ、しっかり。いいね。ラスト！あ、出てきてないキャラといえば、ケロッピとペックルが来てないんじゃない？そして、キティちゃんのね、お祝いメッセージっていうかね、そんな感じのも来てないね。どうだ？どうだ？これは？キティちゃん！おー！欲しかったやつ、気になってたメッセージ、何が入ってるかな。え、最高じゃない？最後にこれとか。あ、みんなが一緒にいてくれるから毎日笑顔でいっぱいなの。これからもキティと仲良くしてねって書かれてました。これがね、欲しかったやつ。めちゃくちゃ嬉しい。
やったねー。キティちゃんメッセージも見ることができました。はい。ということで、このね、このシリーズで来てるのが、13番までかな？アヒルのペックルまで。このシリーズで来ています。メッセージまだ拾ってないのもいるので、このイミューンとかね、リトルツインスターズとかね、ケロッピやペックルもいますよね。ここら辺ちょっと見たいな。で、ハローキティの、ハローみんなシリーズがこれかな。です。で、エンジェルバージョンと、集合バージョンがちょっと特別ありましたね。で、エンジェルバージョンあって、特別のの3枚。一箱に1個ずつくらいなのかな？スペシャルレアカード。1個、とりあえずゲットできてよかったです。多分ここに写ってる3枚ですね。はい。こちらも、ゲットしたいお報告。ぜひぜひ、みんなのも聞きたいので、よろしくお願いします。はい。というわけで、今回は、サンリオキャラクターズウェハーズ5。そして、100均の商品、バレンタイン商品。シナモロールの 4D 組を一緒に紹介しました。いかがだったでしょうか？では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。